詰めてくるだろうという警戒のもと、ゆっくりゆっくりリテイクの形を進めていきます。体力少ないマインドフリーグ、ここは倒されてはいけません。さあ、つる形になりました。弁解、弁解間に合わない。おお、カバー弁解は落としたな。セブンメインからの取り返し、そしてヘブンからは後付け。ヘブン社にいるシガレットがこの距離フレンジ、体力がない。ダブルキルを取りますが、残り体力が32。サジェストも体力がない。いやいや、時間がなくなったところ、ここは解除のフェイクをしながらシガレット、おお、しかしハーフまで行っていました。後ろからのカバーもありつつ、ここはメインでの打ち合い。この試合ではマインドフリーク、ダバイ苦しくなったぞ。サジェスト、ガーディアンであれば倒せるか。しかし電車の武器には弱い、うん、ジンが切り崩して、これで人数状況は逆転。しかも A がいるの分かってますからね。4対2です。前に出るジンに対しては全部、しかしここには弁解とシェリフ、ファイトボールを切りながら弁解、アルティメット切ったんだけど、シーズ、これ負けない。武器を持ち替えた。フラグメントが飛んでくる。シーズで帰れない。クラウドバースを離しますが、ダバイのカバー抜いた。早っ。まだファイト持ちが中には入れなかった。コズミックディバイドを切ってスパイク回収、そのまま設置まで持っていきたい。これ隙間の外にサジェストがいるので音聞こえてますね。ただロックダウンがある。設置するしかないか。設置した、勝負する。ここはサジェスト、すごいピーク。ロックダウンに対してはハンダーズフューリー、早いですね。 A リンクからの打ち込み、そこに対してはキャットからのプレッシャー。ん、壊してはいないのか。手前にゼフ、カバーに入ったダバイ、これ2ストレード。しかし B サイトの中でも打ち合い、そしてキャットでも打ち合い、キャットではダバイだ。両方の軸で仕留めていきます。中に入った、これで中はクリアします。ただスパイクキャリア、わお、当たってる。巻き添えです。これで簡単に設置ができます。ジンマジ、まだ行く。プラス、避けた。プラス援護、4人目まで持っていくところはシガレットのカバー、手前にいるのは分かっている。うーん、分厚い攻めでした。しかも大目は今まで A にいたというのは知ってるはずですから。ただアンセム、キャット通過を1人倒しました。大きな大きなワンキルです。これで人数有利の形を作れたので、ただここですよね。そうなるとこういうプレーをしてきます。なぜアストラがそこに。アストラは最後に残るべきじゃないのか、もう常識では測れません。しかし帰れる位置まで、ホルダム出てくるの、読んで待ってるぞ。は、行く。あ、一思考が一ストレード。ただ人数分かった、人数見れましたね。そうですね、シガレットがいい動きをする可能性があると。シガレットの位置重要です。うわぁ、アルティメット準備完了。ワンオスリーシーズある、この試合ではサジェスト、反応が早いなと思いますね。あとはディフェンダーサイドもアタッカーサイドもロックダウンがあるというところ、ね、さあここは両者ロックダウンです。中にロックダウン、外にロックダウン、これ壊せないか、両者壊せないか。スパイク落ちた、壊しに行ったシガレットが倒され、両者壊せません。サジェストいい判断。あと30秒、最後の1人だ。センター割りのマインドフリークももう位置がバレています。しかもスパイク落ちてますからね。お、最後サジェスト、オーディンです。センター取れて足音ある程度聞こえたのか、そのままビッグ1回になった。おお、ピンポイント。いやでも今ねミッドの奥を抜く車線のはずなんですけどね、はい、ちょうどそこにいたのでショートッパー。しかしハンターズフューリーのダメージもあるか。レータの位置分かっている、この打ち合いでもレーター。 B メインの進行は始まっているが、手前にはマインドフリーク、そのマインドフリークに対してはそれダメ、ブレード飛ぶ切った、時間がない。ワンオンスリー、手前のシガレット1人、横からのカバー。ソルガマは恐れていない、キャットも進行できない、そしてセンターも裏からこれはサジェストがいきます。ダバイ
フラッシュ狙ったところはサージェスト。ただ、はいや、もうエーショート詰めてきてる。キャットからのプレッシャーです。早すぎる鬼詰め。ただこの人数が見えてゆっくりレイタの進行に対しては3人でピーク。いや、みんなで動き回ってる。しかもまだ B に誰かいるかわからない状況で展開をしています。レイタ、ゆっくりドライで A の勝負はレイタ、そして B ではサジェスト。バラバラの打ち合いがスタートしていますが、タレットを含めて弁解がワンキル取りました。あ、でもこうなるとちょっとこう B にスパイクを運びづらくなってきましたね。タレット回収しましたよ。レイターのショート聞かれてるんですよね。これ問題は15秒でセンターから展開できるか。ジンのこの今見れましたね、網をくぐらなければいけません。オフアングル待っていました。ジンあーでもいいから1人は持っていこうというポジションです。どちらかというと A ショートをキープしておくというのが。ドライで入ってきたゼロポイント破壊できない。前のフリック黙い。メインが止まりました。グラビティールが止まる。超えた。そこにはアンセム警戒はしていますが大きなダメージを受けました。ゼロポイントの開始。ここから残り40秒でシフトは難しいでしょう。固められてますね。もうすぐタレットも再起動するでしょうし、シフトの読みはすでに分かっている B 側です。A 中3人で固めていきます。ペイントダウンの開始残り25秒。もうシフトはありません。プラスバックも2個。後ろからはシガレット。メインからのプレッシャー。フラグメントを入れてサジェスト。ワンキルを取っていく。武器を持ち替えた。武器はガーディアンですが、マインドフリーク。このラウンドを4キル取り切りました。精度の高さっていうのは出されますね。あの瞬間ショートに目がいった。前に出たジーン。とにかく自分は詰めてやるとセリフを持ったソルダム。ワンピックを取ります。そしてレイタもシェリフでワンピック取りまして3対4。すごい動きしますね。ただアンセム、ここは気づきません。なんで弁解そこにいるのと。弁解残りましたよ。残りましたね、はい、弁解。おお、あるのかレイタ。時代はミニマなのか。ドローン流します。じゃあ行け。アタッカーサイド、アルティメット2つありますよ。これは結構また弁解けれども体力がない。弁解この打ち合い。弁解11残った。おお、そして最後はシガレット逆ラッシュ。いや、しかも B メインと挟む。 B メインを添えてマインドフリーク。ワンタップ挟み込んだ。それダメ。どうする。ブリックアウト。それダメ。ここはマインドフリークに落とされてしまいますが、2-2トレード。いやー、弁解。 B リンクを気にするタイミングでフラッシュカバー。ここは弁解。クラシックダブルキル。ワンワンだ。しかしなぜそこにいるんだ。このタイミングのこれは読めるか。しかもスパイク落ちちゃってるんで、これどう立ち回る。オーブ取って回収だろう。さあこれで光りました。ただこれだとオーブ取ったのも分かってて、アルティメットを使った後に、私は全ての場所に設置まで持ってった。これがマインドフリークの立ち回り。うーん、素晴らしい。ただ開始の準備はもうできている。ファーストブラッドダバイ、スモーク武器サージェスト、1ストレード中に入ってガンチェム。監視が見えた。弁解。マインドフリークのスモークのカバー。タイモクは間に合ってるか。ただリコンボルト映りました。デク終わった。ショーストッパーの取り返し。ここはアンセム抜きました。ナイトフォールを切った。ツーオンフォー。ツーオンフォーで切った。ホームと勝負する。マインドフリーク、マインドフリーク。サジェストのカバーですが、ワンオンツー。ダブルピークのタイミングにするかどうか。シガレット。ここはおお、うまい。サジェスト第一円できてますね。これそろそろショートスモークが切れる頃ですが、手前プラウラー取り返しが始まった。弁解。アンセも落とした。ペーパーレックスエコですが、取り返しが始まっている。取りすぎたぞ。バッキーメインに抑えられた。スパイクがドロップ中。フラグメントの開始。
難しい立ち位置ですね。立ち位置変えました。二人とも瀕死。あ、構えた瞬間ダバイ。ワンオツ。デフ。あるぞ。最後は面会。ってしまったなとなったらこのミッドラークっていうのも一つ考えどころですからね。カモン、A メインも見てください。A メインは、あとドローンを削った。でも武器を取れた。マインドフリークの位置は隠している。裏早い。そしてキャットも抑えた。これを抑えられるとロックダウンがうまく切れませんね。ただレイター、サジェスト。チャンス作った。ツーマンセルで切り崩しロックダウン。ただこれ壊す可能性もあるが、いやーでも壊さないか。裏一番いい選択を取りましたペーパーレックス。このタイミングで接地心が少しでもできれば裏の警戒心薄れていくと思うので、フルアビリティが残っています。裏まずはシガレットがどれだけプレッシャーをかけれるかでしょう。そうですね、いかに釣れるかというところの勝負です。する動き、さあ裏から今度は入っていくぞ。ダバイ、これで位置がバレた。ワンオツー、フラッシュある。ワンワンを体力がない。1回作った。一発勝負というところでしょうね。見えた、最後はダバイ。この取り返しがペーパーレックスのうまさを象徴しています。そうですね、これによって13対8、アセンターペーパーレックスの勝利です。ディフェンダーの勝利。いや